改めてになりますが、今シーズンの開幕投手、どのピッチャーでいきますか。はい、柳でいきます。決め手はズバリ何だったんでしょうか。まあ、キャンプからずっと見てまして、まあ、しっかりとここまで調整してきたなという、まあ、そういう判断で、まあ、柳に決めました。柳投手にはどんな言葉で伝えられたんでしょうか。いや、もう開幕任せたぞということは、まあ、監督室呼んでですね、まあ、伝えました。その時のこう何か柳投手の様子ですとか何か感じるものはありました。なんかすごくこう、まあ、嬉しそうというよりもですね、なんかこう大役を任されたこう責任感のあるような、まあ、そういう表情をしてました。つまりどんなところを柳投手には期待しますか。いや、もうね、初めての経験だと思うんですけども、当然プレッシャーも緊張もするとは思うんですけども、もう思い切って今までやってきたことをですね、開幕戦にぶつけてくれればいいなというふうに思ってます。そんな柳投手、今日も5回1失点というところで、まあ、かなり安定したそんな内容に見えたんですけど、監督どう映りましたか。まあ、本人の中で今日のピッチングどう捉えてるかは分かんないんですけども、まあ、そのあと1週間ちょうどありますけどもね、まあ、何らか あのピッチャーで課題って絶対あると思いますから、まあ、そこをこの1週間でもう1回調整してですね、万全で投げてくれればいいかなと思ってます。ありがとうございます。では各社様でよろしいでしょうか。開幕前、ちょうど1週間前の登板、5回1失点という内容でしたけれども、振り返っていかがでしょうか。はい、はい、いい形で投げれたと思います。はい、オープン戦、ここまでのご自身の、まあ、調整具合といいますか、はい、というのはどんな感じで来ているでしょうか。まあ、一つ一つこうテーマを持ちながら、順調にやってこれたと思いますし、はい、怪我なくいよいよシーズン迎えれるなという気持ちです。はい、でちょっとここからはその開幕投手というところに関して、はい、質問させていただきます。はい、いつどんな形でその開幕投手というのは柳投手の耳に入ってきたんでしょうか。まあ、発表の前日に、まあ、監督室に呼んでいただいて、はい、監督から通達していただきました。それを聞いたときに率直にどんな気持ちになりましたか。いや、もう身の引き締まる、はい、思いでした。はい、まあ、今年8年目になりますけど、過去7年間ですかね、まあ、開幕のマウンドに登るピッチャーの、まあ、背中っていうのをずっと見てきましたし、こう、まあ、その時に、まあ、いつも一緒に、ね、練習したり、まあ、ご飯食べたり話したりしてる存在が、その時だけはこうすごく、まあ、遠いというか、かっこいいというか、そういうふうに7回見てきたので、はい、まあ、やっぱりそれだけすごいポジションだな、なんだなっていうのはずっと感じてきました。ドラゴンズの投手陣は12球団もトップクラスといってもいいような投手陣が揃っている中で、はい、まあ、数々候補も名前上がっていた中で柳投手になりました。はい、そういったところの意味というのはどういうふうに感じられますか。はい、やっぱりすごくいいピッチャーばかりですし、そういうピッチャーをの中でこう選んでいただいたので、はい、頑張りたいなと思ってます。まあ、チームを代表してね、マウンドに上がりますし、ファンの皆さんの思いっていうのも背負いながらマウンドに上がりたいなと思ってます。神宮球場のマウンドというのはご自身のイメージというのはありますか。まあ、個人的に大学時代ずっと、神宮球場でプレーしてましたし、まあ、いろんな球場ありますけど、思い入れのある、自分にとってはこう大切な球場の一つでもあるので、まあ、そういう球場で開幕のマウンドに上がれるというのは、はい、まあ、初めてで神宮球場というのは感慨深いものもあるかなと思います。ではいよいよ1週間後、はい、ペナントレースが始まりますが、はい、改めてその開幕に臨む決意というのを教えてください。いや、もうあと1週間で開幕なので、しっかりいい準備をして、
はい、開幕のマウンドに登りたいなと思います。ありがとうございます、はい、本日の登板お疲れ様でした、はい、ありがとうございました。いよいよ開幕戦というところで、はい、中継でまた現地の神宮球場で後押ししてくれるだろう、はい、ファンの皆さんにメッセージいただけますか。はい、いよいよ2024年シーズン開幕が近づいてきました、毎年2月にキャンプインして、まあファンの皆さんも同じかなと思うんですけど、僕は今年はいけるんじゃないかと毎年思ってるんですけど、今年に関しては過去最高に、過去最大の今年はいけるんじゃないかというあの手応えを持っています。まあ、今年も、いい時も悪い時もあると思うんですけど、応援してくださるファンの皆さんが、ファンの皆さんのために、勝利を届けられるようにチーム全員で頑張っていきますので、一緒に勝ちましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、お願いします。はい、すいません、ちょっと昨日の映像を見返してて、はい、ちょっとバッティングの方全然ノーケアだったんですけど、うん、はい、真似してました。真似しましたよ。真似というか、はい、昨日は一応翔さんの真似で打ちました。あのルーティーンもなんか、いやいや、あのね、まだもうちょっとできるんですけど、さすがにちょっとピッチクロック意識しました。ちょっとピッチャーの分際でそこまでできないな。ああ、なるほど、はい、ちょっと早めに構えないと、早めに構えないとやばい。これあのベンチも結構盛り上がってた感じじゃないですか。いや、僕もそのベンチが湧いてたかっていうのは僕の一つのモチベーションにもなるんで、ベンチどうだったって何か聞いたんですけど、結構もうなんか、あ、またやってるわあいつみたいな感じになってるらしいです。でもこうなんかベンチ戻ってくるときは結構こう、はいはい、みんなこう、あ、まあそうですね。で、翔さんにもいい打ち方やでやりました。あ、じゃあ公認いただいて。そうですね、はい、これは続けていきます。いや、改良していきます。いや、試合になったら、はい、もうしっかり打てる打ち方でいこうかなと思いますけど、まあやっぱり僕技術ないんで、翔さんとかのヘッドスピードが全く違うんで、同じ打ち方してもバット出てこないんで振り遅れちゃうんです僕の技術だと。なるほど。打ち方はいいんですけど、スピードがないんで、あ、はい、なるほど、詰まっちゃうんです。だから自分なりに、はい、しっかり練習してコツコツ打っていこうかなと思ってます。でこう改良していく感じですね、開幕に向けて。バッティングも、まあ、いろんな人のいいところを取り入れながら、はい、まあ、真似してるって言いますけど、僕結構真剣に打とうとして、うん、はい、あの人のいいバッターの打ち方を真似してるっていう、別にふざけてるわけじゃないです、うん、はい、なるほど、まあ、そういうところからこう状態作りしていくって言いますよね。野球少年とかも別にバッティングに全くこだわりないんです、はい、いい人の打ち方を真似してしっかり打とうかな。成績とかは今年の成績はどれぐらいで、まあ、2割5分10本ホームラン、ヒット10本、ホームラン1本を目標にします、はい、バッティングの注目させてもらいます、はい、ありがとうございました。